いただいてありがとうございます皆様ようこそお越しくださいました本日はどうぞよろしくお願い申し上げますさあ会場大きな拍手に包まれておりますが本日は YouTube で生配信も行っております皆様ま是非視聴者の皆様に向けて正面にあります中央のカメラに向かって一度手を振っていただけますと視聴者の皆様も喜ばれるかと思いますありがとうございます 多分たくさんの方々にご視聴いただいているかと思いますご視聴いただいている皆様もどうもありがとうございますありがとうございましたそれでは初めに皆様より一言ずつご挨拶をいただきたいと存じますえまずは本作の主人公15年前の事件を追う新進気鋭の映画監督長谷部香織を演じられました北川景子さんご挨拶をお願いいたしますはい、えー、皆さんこんばんは長谷部香織役を演じました北川景子です えっと、今日はまだあの公開放送前の作品なんですけれども、作品の魅力を皆さんにお伝えできたらと思います。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。 続きまして香りから事件の映画化の話を持ちかけられる新人脚本家の甲斐真宏を演じられました吉岡里帆さんお願いいたしますはい、えー、皆様、えー、こんにちは、えー、甲斐真宏役を演じました吉岡里帆です、えー、今日はですね本当にあの皆さんと一緒に登壇できるということで私も楽しみに来ました、えー、短い時間ですが今日はよろしくお願いいたしますありがとうございます 続きまして事件の犯人として死刑囚の身になった立石力斗を演じられました竹内涼馬さんお願いいたします竹内涼馬です、えー、放送前にこういう場に呼んでいただけて本当に嬉しいです、えー、先日僕も完成した、えー、の全部見たんですけどすごく素敵な作品なので、えー、その魅力を、えー、今日皆さんにお伝えできたらいいなと思っています今日はよろしくお願いします ありがとうございます。続いてマヒロの子である大物脚本家大畑隆子を演じられました黒木瞳さんお願いいたします。はい、皆様こんばんは黒木瞳です。 大物脚本家ということで大物脚本家の先生方たくさんいらっしゃるのを存じ上げておりますけれどもまあそのようにできたかどうかちょっと内心不安ではありますけれども、えー、今日は最後まで皆様お,たしお楽しみいただけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそして本作の監督を務められました内田英二監督ですお願いいたします こんにちは。内田です、えー、今日は暑い中ありがとうございます、えー、今回この落日あのー、ね、なんか素敵なキャストの皆さんとあのー、<laughs> いい作品ができたなと思っております。今日はあの短い時間ですが、間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、えー、改めまして、本日は皆様よろしくお願いいたします。お願いします ここでプレスの皆様にお願い申し上げます後ほどフォトセッションのお時間を設けさせていただいておりますので大変恐れ入りますがここからしばらくの間フラッシュを使っての撮影はご遠慮くださいますようご協力をお願いいたしますさあそれではここからはお一人ずつじっくり作品についてお話をお伺いしていきたいと思います。まず北川さんは はい、はい、今年デビュー20周年という節目でもあります。おめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こういったタイミングでこの作品のオファーを受けた際の気持ちはいかがでしたでしょうか。はい、そうですね。あの、まあ、初めオファーいただいた時はそんなに。あの、二十周年ということは意識していなくて。あの、本当にもともとすごく大好きな湊かなえさんの作品で。 で落日はもともと読んだことがあった作品だったのでオファーを頂い,いてすごく嬉しかったですしでたくさん作品も拝見していた内田監督で,で今回皆さん本当に初めましての,あの俳優さんばかりでこんな初めての方とこういった豪華な座組でご一緒できるっていうことがすごく嬉しかったですしそれがまあ結果として。 自分の20周年の作品すごく思い入れのある年にこういった作品になったことはすごくあの光栄だなと思ってますありがとうございます今回北川さんが演じられました香里は新進気鋭の映画監督で、はい、15年前に起きた一家殺害事件を映画化しようとする中でその裏には香里の幼少期のある過去が関連していくという役柄です実際に香里役演じられてみていかがでしたでしょうか 本当に心の奥に辛い過去というかだろう自分自身でも蓋をしてしまっているような,なんかこう辛い思いみたいなものはあるんですけどそれを何とかこう自分の中で折り合いをつけながら普段はこは社会人として普通に映画監督としてこう日々を送っているというか他の人から見たらそんなに こう変な人には見えないというかあからさまにこの人何かあるなっていうふうには見えないような人にしなくてはいけなかったので、まあ、特に1話とか2話とかはあこの人何か抱えてるなっていう部分を表現しすぎないようにでもやっぱり抱えてるからそのさじ加減がすごく難しかったかなとは思うんですけどでもやっぱりみんな。 何かを抱えながら生きている部分は誰でもお持ちだと思うので自分のそういう思いとかも重ね合わせながら、うん、できたらいいかなっていうふうに思っていたのと、まあ、とにかく監督にもっと抑えて抑えてっていう結構今回はあのそぎ落とす方に監督がこう演出をしてくださったのでどこまで自分はそぎ落とせるのかっていう戦いを。 えと特に一、二羽の方かなはやっていたかなと思いますなんか表に出すというよりも内にこうこ込めた何か秘めたものを表現できたらいいかなというふうに心がけながらやってました、はい、ありがとうございます。 そして吉岡さんは事件が起きた笹塚町出身ということから脚本執筆のオファーを受ける新人脚本家の甲斐真宏役演じられました、はい、運命の渦にどんどん巻き込まれていくとっても重要な役どころですが真宏役演じてみていかかがででしたかそうですねあの真宏は本当にこう,うだつが上がらなくて脚本家としてプロになりたいんだけれどもまだまだ全然本も書けなくて。 で自分の夢を追いかけていいのかもまだ分からない本当にこう幼虫みたいな人間だなって思っていて <laughs> こう孵化するのかしないのかもまだ分からないっていうさなぎにすら慣れてないっていうのがすごくイメージなんですけどやっぱり湊さんの原作を読んでいると。 成長していく人物たちがみんなこう香織さんは特にそうだと思うんですけど人がこう成長していくさまだったりとか辛い思いをしてあのいろんなトラウマを抱えていたりとか誰しも嫌なことだったり悲しいことっていうのは人生に待ち受けているものだと思うんですけど。 そういうい痛みを乗り越えたその先の希望みたいなところがすごく原作を読んでいて魅力的だなというふうに感じてたので私はなんかその幼虫から少しむごむご動きながらいろんなこう大人の人たちにこういろんな助言をもらったり真実を知っていくことのこう辛さを乗り越えていったりとかする中での成長みたいなのを見せていけたらいいなというふうに思って演じていました。うん、ありがとうございます、はい そして先ほど北川さんのお話にも少しありましたが今回、北川さんと吉岡さん初共演でいらっしゃるということでドラマの中では監督と脚本家といった間柄で、はい、バディのような感じだったかと思うんですがお互いそれぞれの印象などご共演はいかがでしたでしょうか北川さんからお願いします、はい、印象は本当にすごいあの頭のいい方なんだなというふうに初めてお会いしたときに思って。 なんかすごく頭の中でこうしっかりこう考えて自分の中で解釈して咀嚼してこうすごく準備を真面目にされてから現場に臨まれる方なんじゃないかなと思ってなんか話していてすごくなんか楽しかったですし結構年は離れてるんですけどなんか 年下の人と話している感じがしないというか,なんかすごく老成してるんですよ、すごいしっかりしてらっしゃるしだからなんか本当に同い年の友達ができたみたいな感じで。 役柄のことは正直あんまり話さなかった気がするんですけど <laughs> あの美容のこととか,なんかこう <laughs> 食べ物のこととかあと普段仕事でどういうことを私が悩んでるかとかそういうスタンスの話とかも結構同じ目線で話してくださったりしてなんかすごい心強い友達ができたなと思ってすすごくあの嬉しかったです <laughs>、はい、そんなプライベートなお話までされてたんですね吉岡さんは北川さんの印象いかがでしたでしょうか。はい あの今友達,みたい友達ができたって言われた言葉が嬉しすぎて今すごいウキウキしてるんですけどあの私も現場であの北賀恵子さんと初めて対面した瞬間にもうあまりの美しさとかっこよさとなんかもうそのオーラみたいなのにもうすごい吸い込まれていってで「あなんて素敵な方なんだろう」って改めて感じてでも本当に目線を合わせて。 気ささくくに話してくださるんですよ、ね、でなんかそのお人柄というか,なんかその温かさとか面白いことが好きなかわいいチャーミングな一面とか <laughs> あのあの本当にあのなんだろう一緒に甘いものを食べたりとか何か何気ない時間がなんかすごく私も楽しくてあなんかこの人ともっと話したいしなんか分かり合えるところがいっぱいあるっていうか。 なんか香織と真宙もちょっとずつこう分かり合っていくみたいな同じ一本の線を一緒に手繰り寄せるみたいな作業をしていくんですけどなんかこの人ともしかしたらなんかすごく運命的な出会いをした人なのかもしれないっていう気持ちすらなってこれからも大事に <laughs> <laughs> あの育んでいきたいと思ってい,ますでいき,まきます。<laughs> はい、ありがととうございいいまますす育んでいただければ思そんなお二人の貴重な、ね、初共演の作品にもなったということですよね。そして竹内さんは本作の物語の支柱となります笹塚町一家殺害事件の犯人として死刑囚の身になった立石力人役を演じられました。今回 初の死刑囚役に挑まれて本当にこちらが見ていて苦しくなって胸が締め付けられるような場面もあったかと思います、えー、実際に演じられていかがだったか役作りなども合わせてお聞かかせいただけますでしょう,かう、ね、あの若い時と現代を両方演じなきゃいけなかったので、まあ、ビジュアルとかはすごく監督とあのメイクさんたちとま相談して。 しっくりくるまで打ち合わせはしたのはすごくなんか自分的にも入りやすかったなと思いますしまあきつかったんですけど撮影中あの僕は内田組が好きなのであの30歳っていう節目でだからすごく何ですかねあの感慨深いというか内田組の雰囲気にそのまますっとこうなんか馴染んですごく。 自分がこうイメージしている以上のものが現場でいろいろ生まれたのでなんかすごくやりながら手応えはあったかなと思いますけど。はい、ありがとうございます そして黒木さんが演じられました、はい、大畑凛子は有名脚本家で真宙の師匠でもあります。そして真広に助言を与えながら自身も次第に事件に興味を持っていくという役柄で登場人物の中でも大人な存在として非常に重要な位置づけになっているかと思います。改めててさん演じられていかかがでしたか、えー、今回の役は こう自分が今まで経験してきたこととか経験した中からこう習得したスキルなどを脚本家としてまあヒロちゃんにバトンを渡すという役柄だったんですけれどもやはりんでしょうか厳しくもあり温かくもあり優しさだけでは無関心ですしだからその辺りの塩梅 というかその辺りが、えー、大変難しい役どころではありましたただあの監督とその始まる前にお話をさせていただいたのでまあなんとか消化できたかなというあの気でお,おりますただあの女優としてというか自分自身のことを考えますとあの自分の経験したことやスキルをこのお二人の女優にこう女優としてのバトンを渡せるか でまあ、果たしてどうなんだろうって考えた時にやはりあまあまだまだ私は未熟だななんて思ったりして、まあの普段役と自分と重ね合わせて演じたりはしないんですけれども今回はそのようなことを考えたりしましたので、えー、本当に難しかったですしもっと頑張らなきゃとも思,思いました。まあ、ちなみにパトンというのはあの 渡したら終わりということではなくつな、うん、ぐというか、えー、箱根駅伝のたすきみたいな <laughs> そんな気持ちで、えー、渡せたらいいなっていうふうに、まあ、そんなことを考えましたあの作品は本当に素晴らしかったですなのであの本当に皆様はあのお楽しみいただけると思っており信じておりますありがとうございます。はい では続いいいて内田監督にお伺いいたします、はい、映画「ミッドナイト・スワン」はじめ素晴らしい作品を手がけてこられましたが有名ミステリー原作の映像化というのは今回初めてということでいかかがでででししたょうかそうそすね僕小説ほとんどミステリーしか読まないんで、うん、あのミステリー大好きで、まあ、今回、湊さんの、ね、原作を超えてなんかやらせていただけたこと本当にラッキーだなと思いました。 ありがとうございますそして豪華キャストの皆様の共演皆様の心境地も感じる作品に仕上がっているというところが一つの見どころでもあると思いますその辺りどのように演出されましたかそうですね僕あの龍馬さんと黒木さんは以前にご一緒したことあるんですけどこの真ん中のお二人は初めてであの正直ちょっとあのインする前はビビってたんですけど怖い人だったらどうしよう。<laughs> 毎 <laughs> 回言ってますから、ね、<laughs> いつもビビってるんですけどす、まあ、今回はあのー、お二人現場に入ってきて初めて会って何、あのー、て言うんですかねもうとてもやりやすい、あのー、アイデアもあるしなんかすごくいろんな役者さんを前にすると共鳴するようなタイプのお二人だったんでなんか演技を見て,て見ていてすごく楽しかったです。なんかこう変わっていく感じが すすごごく、あのー、見えたんで、はい、ありがとうございま今お話にも少し出てきましたが竹内涼真さんとはあの内田監督以前「わおわお」のオリジナルドラマ「<laughs> はい、竹内涼真の『殺球でご一緒されてますよね。 ねはい、竹内さんからも内田組大好きでというお話がありましたが、はい、あれから約3年が経ちました、まあ、今回作品としては本当に全く印象の違う、はい、内容の違う作品かと思いますがす、ね、現場でご一緒されてみていかがでしたでしょうかうれし,しかったんです、多分僕こういう役本当やったことなくてでオファーをいただけたからあちゃんとできると思ってもらえてるんだっていうのはすごく <laughs> 嬉しかったし、まあ、信頼する内田監督 とご一緒できるっていうのも、すごく嬉しくてなんか3年ぶりにいろいろ試されてる感じがしてああ期待に応えないとな <laughs> と思いながら現場に入ったんですけどはい内田監督、卒球の時はフィクションとはいえどかなり素に近いのかなと思うような演技だったかと思うんですが竹内さん、今回のセットでは全く違う役柄でどのようにお感じになりましたか。いや竹内君はあのこの3年 なんていうんですかね。本当に成長したなと思って、あのう、ていうんですかね。考え方とか、なんかやっぱり3年前と全然違うあの彼が今回現場にいて、あのねびっくりしました。やっぱり3年という時間ってね人間を成長させるんだなとあの。 このま,ん,まなんか成長していくと本当に <laughs> <laughs> 頑張ります <laughs> この調子でのす<の>、はい、らしい俳優にどんどんなっていくんじゃないかなと思っておりますが、はい、ありがとうございます、えー、先ほども、まあ、の今回北川さん吉岡さんとは初めてでっていうお話がありましたけれどもあのでは女性陣の皆様の、まあ、今回の作品での印象というのを内田監督改めてお一人ずつお伺いしてもよろしいですか そうですね。北川さんとはなんかね、音楽の話ばっか現場でした、ね、そうなんですよ、ね。<laughs> がすご音楽好きで趣味が合う感じでちなみに何系の音楽をお二人私はすごいとにかくデビットボーイを知って欲しくて監督にご了承してたんですけど会話の半分がデビットボーイの話だったっていう <laughs>、はい、この PV を見てくださいとか <laughs> <laughs> そ,そんな話ばっかりしてました、ね、<laughs> 吉岡さんはいかがでしょうか、うん、吉岡さんはあのー、やっぱり吉岡 リホさんの声が僕すごい好きであ本人はあの、ね、否定するんですけどとても特徴的な,なんかあの個性的なだからそれがセリフになってあの画面あのカメラの前で出てくるとすごく何て言うんですかねすごく不思議な気になってでさっきも本人に話したんですそのしゃ,しゃり方が僕にも映って。<laughs> なんか最近うう吉岡さん風の喋り方をめっちゃ聞いてみたい <laughs> ですやってみてほしいいつ出るんですか<や>それや,やってみてほしいという声がありましたけれども監督どんな感じでしょうかあ、すみませんそういうちょっとね面白いことできないんで無茶 <laughs> <laughs> ぶりはちょっとやめてください <laughs> なるほどなるほどちょっと想像させていただきます、はい、吉岡さんそうおっしゃってますけどいやなんか今千田さんがあの私の こうなんか要素が入ってるんだなって思うと面白いですよね <laughs> <laughs> 私的な内田さんなんだな今って思って <laughs>、はい、いやでも嬉しい嬉しいですよねすごく自分はなんか小さい時にあのなんかホームビデオみたいなので撮られた映像の自分の声がもう気持ち悪すぎて本当に見るのが嫌でなんでそういう風に言ってもらえてこう時を超えて。 今救われた思いがしますね。<laughs> はい、子供時代の私に言ってあげたいです。内田監督が褒めてくれるよ。って <laughs> はい,い。素敵な声というところで、会場の方もねたくさんの方うなずかれていました。そして、じゃあ黒木さんの印象をお願いいたします。今回の作品でのそうですね。黒木さんもあの初めてご一緒した時はちょっとビビってたんですけど。<laughs> <laughs> で,でも、すぐにあのやっぱりアイデアがとても豊富なあの役者さんなんであのいろいろ話し合ってなんかこうした方がいいんじゃないかとかした方がいいんじゃないかっていうやっぱりあの作品がどんどん面白くなるということを一緒にやっていけるあの女優さんだなと思いました、今回は。あ、はい、ありがととうございいまますさあ、えー、そんな皆様のお話を伺いましたところで 実はここで皆様にサプライズがございますえ本日はこの完成披露の舞台に大変素敵なゲストがお越しくださいました早速お呼びいたしましょう皆様どうぞ拍手でお迎えください原作者の湊かなえさんですさあそして先日の8月22日が 北川慶子さんのお誕生日ということでみなとさんから花束をプレゼントさせていただきますすいませんどうぞ一歩前にお目立ちをお受け取りくださいおめでとうございますありがとうございます,います一言お願いいたしますいや、なんかまさか自分の花だと思わなくてみなとさんお花持ってらっしゃるなと思ったんですけどあの、本当にあのこんなあの、本当に20周年でもありこう、こんな 素晴らしい場所で原作の港先生にお花をいただけて本当に嬉しいですありがとうございます本当にお誕生日おめでとうございますありがとうございますありがとうございますそれでは一旦お花の方はお預かりをさせていただきます黒のお衣装に黄色いお花がすごくよく生えてお似合いですねありがとうございます、えー、そして改めまして港さん本日はようこそお越しくださいましたありがとうございます <laughs> 完成おめでとうございます <laughs>、えー、今回こちらの豪華キャストそしてスタッフが集結して映像化となりました改めまして完成披露を迎えて今のお気持ちをお聞かせくださいはいあのー、内田監督にとっていただけることがわかりそして一人ずつのあのー 主役が北川さんというところが一1人ずつこの方がやってくださりますというのを聞いてもうまさかまさかの連続で完成が楽しみでしかありませんでしたでもその間あのコロナなども挟んで本当にあのこの日を迎えられるのかなという思いも途中あったんですけれどもこのような場に一緒に立たせていただけてとても光栄に思っておりますありがとうございました。ありがとうございます そして港さんは北川景子さんと吉岡里帆さんのご共演シーンの撮影現場も訪問されたと伺っております。<laughs> そうなんですよ。えー、港さん撮影現場はいかがでしたか？まあ、あのえっと一度あの見学に行かせてもらったその場面がちょうど香織と真弘が本音をぶつけ合う一番あの大切な対峙する場面で。 本当にこの気持ちを追い込んでその撮影に挑まれているところに私なんかが行ってしまってぶち壊しになるんじゃないだろうかと心配になったんですがもうあの2人が向き合った場面を見せていただいただけであこの作品はもう本当に幸せな作品にあの撮ってもらえてるんだろうなという確信がありましてもう。 早く完成を見たいと思いましたもうあのそれまで自分はラストまで知っていて書いている時も何か漠然と自分の中でこの香りの姿やま真、あ、広の姿があったけれどもう一瞬で上書きされましたありがとうございます非常に熱のこもったご感想をいただきました北川さん、はい 緊迫、はい、の、ね、シーンで検索、はい、の先生が現場にいらっしゃるっていうのはまたすごい緊張感だと思いますが、はいかかがででしたかそうですねなんかすごくその日は一日同じロケ場所にこもって2人でずっとこう会話合戦というか大事なシーンの連続だったんですけどあの、まあ、少しいつもよりは緊張して現場に入ってたんですけど湊先生が入ってこられてなんか緊張したというよりはなんかすごく現場が。 明るい雰囲気になったと言いますか？何かお話しさせていただいたりとか、一緒に写真を撮っていただいたりしたんですけど、なんかその時の湊先生のその雰囲気がすごく柔らかくて、なんか私たちがこの作品に参加することをなんか、すごく歓迎してくださってるのかな？っていう感じがして、なんか先生が来てくださったことで、あのシーンがなんかよりいいものになったような気がしてます。はい、ありがとうございます。吉岡さんはいかがでしたか？はい、あの本当に。 サプライズでもうびっくりしてしまってでやっぱり先生が書かれた本を演じる現場を先生ご本人に見られているという緊張感が本当に凄まじくてですね なんかあんまりしちゃいけないんですけど合ってますかって確認しに行きそうになりました <laughs> <laughs> これで合ってるかちょっと答え合わせしたくなるというかでも,りでも本当に温かく今、落日がこうやって撮られていることがとっても嬉しいですっていうふうに言ってくださったのもやっぱり励みになりましたしもう北川さんおっしゃる通りで本当に湊さんってもう私、やっぱ小説のイメージだと思う。<laughs> 絶対に厳しい方がいらっしゃるっていうイメージがあったんですけどあの可愛らしくて優しくてあったかくてあの現場の空気を本当に温めてくださったのを感じてあのご本人のキャラクターにもとっても燃えました。はい <laughs> ありがとうございましたいやま,あまだまだ皆さんのお話をねお伺いしていきたいところではあるんですが残念ながらお時間が迫ってきてしまいました、えー、最後に北川さんよりこれから本作をご覧になる皆様、えー、視聴者の皆様へのメッセージをお願いしたいと思いますはい、えー、そうですねとても深い作品であのー、私は原作を読んだ時も脚本を読んだ時もまたこの完成した作品を 見たた時も思ったことなんですけどやっぱりこう人間ってそれぞれみんな大なり小なり何かこう問題というか人に言いたくないこととか辛いこととか何でしょう過去とか悔いとか罪とかそういうものをこう背負いながらこう蓋をしてなんとかこうやり過ごしながら日々を自分の中で折り合いをつけて生きてる一生懸命に生きてる。 生き物なななんじゃいいかなって思いましたでこの作品をご覧になった方の例えば置かれている状況でしたりこう過ごしてきたあの育ってきた環境とかによってどの輪のどのシーンが心に響くか胸を打つかは全然違うと思うんですけれどもでもこの作品を見た時にきっと皆さんには人はそれぞれみんな違うけれども生きているだけで 価値がある存在なんだよそれでもいいんだよっていう風な何だろう許しというか救いというかそういう優しい一筋の光が差すようなそんな作品になっているんじゃないかなっていう風に私は思いました。でちょっとあの本当にいろいろ仰天な衝撃な展開が待ってるんですけどもいろいろ言葉で説明するよりも本当にとにかく見ていただければあの明日から顔を上げて。 前を向いて進んでいこうというふうに思える作品にもなっていると思いますのでもう本当に一人でも多くの方にこの作品が届いてくれることを心から願っています本日は本当にお越しいただきましてありがとうございました佐川さんどうもありがとうございました 終了でございます。皆様どうもありがとうございました。ということで以上をもちまして、ワウワウ連続ドラマ W 港かなえ、落日の歓声披露舞台挨拶終了とさせていただきます。えー、キャスト監督の皆様大変ありがとうございました。どうぞ皆様盛大な拍手でお見送りください。ありがとうございました。